シグナスとは、ヤマハ発動機が販売している、スクータータイプのオートバイである。正式型番は XC。社名の、シグナスは、白鳥座を指す。シグナス XC180、シグナス XC180 は1982年に、スクーターとしては、ラビットスクーター以来、十数年ぶりの計二輪企画車として発売された。 ヤマハスクーター発の4ストロークエンジンは静粛性に優れ 171cc の排気量で15馬力の性能を発揮し高速道路を用いた長距離移動やツーリングを可能としたしかし搭載したクーオフエンジンはカウルでフルカバーされたことにより排熱しづらいという弱点が露呈し世相から大型スクーターが評価されることもなく販売結果はかんばしくなかった 北米ではリーバー180として販売された。シグナスは1984年発売。正式型番は XC125 でありエンジンは 124cc の排気量でほとんど曲線部分がない特徴的なデザインを持つ車体であった。特に人気があるという車両ではなかったが、ロングセラー商品となり、1988年に マイナーチェンジを行ったのみで10年以上発売され、続けた。1995年にフルモデルチェンジが行われ、正式型番は XC125T となり、以降現在までシグナスは全て台湾の現地法人である台湾ヤマハ機車工業が生産し、日本では正規輸入の形で販売されることになった。デザインは大幅に変更されて、丸みを持つようになったが、 販売は振るわなかった。シグナス D は1996年発売。先に発売されていた XC125T の上位モデルとしての位置付けで、前輪にディスクブレーキが装備され、ヘッドライトをフロントカウルに装着させたデザインとなっていた。シグナス SI は1998年に発売された。実質 XC125T のフルモデルチェンジであり、 シグナス D の廉価版としての位置づけで、前輪ディスクブレーキは装備されなかったが、それにより 97kg の軽量車体となった。しかし2001年に、シグナス SV として、モデルチェンジされ、シグナス D との統合を受けて、前輪ディスクブレーキが装備された。シグナス XSR 台湾使用シグナス X は2003年、発売。フルモデルチェンジにあたり、 前後輪12インチホイール 60W ハロゲンヘッドライト、9排気4バルブメッキシリンダーエンジン、大容量、メットインスペースなどを採用し、装備面をかなり充実させており、車体デザインも好評であったことから、125cc スクーターとしては、久々のヒット車両となった。2004年からは、バリエーションモデルとして、車体カラーとサスペンションを変更したシグナス。 XSR が発売されている。また2005年に沸き、黒の5 0スアニバーサリーモデルが発売された。2007年10月12日には、フルモデルチェンジされ、ファイエンジンを採用した、後日の台湾仕様を、日本国内向けに、平成19年自動車排出ガス規制対応の、セッティングや装備の変更を施し、正規販売されている。なお2015年モデルより、 日本での販売は SR 仕様のみに統合された。2015年11月20日にフルモデルチェンジされ、エンジンはトルク重視のセッティングとなったが、後輪をディスクブレーキ化しつつ車体構造を全面的に見直して、車重を 4kg 軽量化させたことにより、加速と燃費を向上させている。2017年8月21日には、平成28年環境規制に対応する。 マイナーチェンジが行われる。台湾使用者2005年にはフューエルインジェクション仕様のシグナス X5 が先行して発表され、また2006年にはモデルチェンジにより車体デザインの変更が行われ、タコメーターやデジタル速度計などが装備された。2008年には現地の新しい排出ガス規制に対応するモデルチェンジを受けている。シグナス Z 及びシグナス L は 中国で生産されている車両である。共にデザインは台湾生産者と異なっており、L は排気量 101cc の廉価版である。シグナス L の故障はシグナスレティであり、女性をターゲットした車両である。中国国内における広告媒体でも女性ユーザーをターゲットとした訴求を展開した。シグナス GT は1993年発売。 正式型番は XC150 でありエンジンは 149cc の排気量だが、その冷却方式は水冷と空冷を部分によって併用するという特殊なものであった。台湾生産車を輸入したもので、販売的には芳しくなかったが、後にマジェスティが発売されるまでラインアップになお、貫ねていた。現在はシグナスシリーズから分離される扱いで、 過去の TDSISV の部品やデザインを流用して生産された車両が中国、台湾の両方で生産されている。2009年から日本で発売されているアクシストリート XC125E もその中の一つに含まれる。ありがとうございます。